俺たち付き合ってから割と経つよな。そろそろ欲しいんだよ。欲しい？何かしら？地位？権力？とぼけんなよ。俺のために作ってくれよ。ダメよ、私たちまだ学生よ。フランチだわ。近寄らないで、ケダモノ。何言ってんだよ。ペルシアの手作り弁当って意味だよ。弁当にしても何を作ると勘違いしてたんだ。黙りなさい。これ以上喋ったら化学物引っこ抜くわよ。桜庭先輩、先輩じゃなきゃダメなんです。さとみくん、どうか俺と一緒に。あのお願いします。これに出てください。え、マラソンですか？やれやれ、なんで俺が野郎の服を脱がさなきゃならねえんだか。うんな、ダリくん、ダリ、あれ、なんか声がしたと思ったのに。動揺するな、冷静になれ。俺死ね、俺。絶対に地面につけるな。ミオ、どこへ行く。あなたたちは。俺が悪いんです。ミオが初めてなのに強引に。初めてなのに強引に。タカヒロ君が太くて硬いけどしっかり握れって。え、ちょっとの練習をしていたのではないのですか。はい。アイラ、あのさ、やっぱり部屋に戻ると話してくれなくなる。それなら。アイラ、力仕事が必要ならいつでも言ってくれ。ちょっと、今なんかすごい音したんだけど、何暴れてんの。まゆみさん、私と一緒に。ホラー DVD 見ようぜ。セブさんも何じっとしてんですか。俺だってやだよ。迅速にくたばれ。どうしたの、ウサくん、すごい声。あ、無言で見守るのやめて。お茶飲みますか。うん、危ない。これって、ああ、それはこっちに来る前にもらったもので。山梨先輩。あ、いや、すまない。もしかしてそういうのが好きだったり。そうよね、可愛いものを好きになるって仕方のないことよね。あっくん、お洗濯物を持ってきましたよ。あらあら、お邪魔しちゃいました。誤解です。これが氷結の魔女。検温ですわ。じっとしていてください。あれ、さっきとなんか雰囲気違う。私にあなたの全てを見せてください。さすがにいい筋肉ですこと。そうですか。いや、これは変態、変態、変態ですわ。僕は変態なんかじゃないんだ。どうも、アーリマです。昨日の怪奇スペシャル。今の声、保健室からよ。どうしたんですか。メイコ先生、何やってんのよ。アリマー。誤解を与えたようで。誤解を解かなくちゃ、不助手だなんて言いがかりつけられたらもうこの村で生きていけん。何これ、男どうしてこんな。いや、他の本とは別にしてるし、貸し出すなんてヘマはしない。先生。いや
や、助かった。まさか足を滑らすとは。分かったから早く体勢を立て直せ。ハンカチ返さないと。いつでもよかったのに。ちゃんと洗ってアイロンかけてきたんだ。はい。あ、いや、これは。それ、更衣室からなくなった私の。ノートギルティー。だからどういうことだ。盗んじゃったのか。あ、なんだ。下着くわえたドラ猫が女子更衣室から男子更衣室に入っていくの。なんだ、猫の仕業だったのか。では仕方ありません。疑いが晴れて。小泉さんって彼氏でもいるのかな。遅くなってごめんね。いえ。本当に男来た。うわ、痛い痛い。待たせちゃったね。ごめんごめん。あ、じゃあそろそろ。そうだな。え、今の人たちと約束してたんじゃないの。何言ってるんですか。だからか、気まずい。妹とずいぶん仲がいいようだな。泉先生、いや、泉政宗君、結婚してくれ。はい。失礼しました。結婚してくれ、妹と。妹とかよ。くそ、何やってんだ俺は。こんな怪我してる場合じゃねえのに。くそ、こんなとこまで傷が。情けねえ、頭にくるぜ。お加減はいかがですか。何やってるんですか。何やって、傷を見てただけだよ。軽箱がマニュアル車を普通に走らせてるだと。ずいぶん慣れてる感じだな。案外これもいいもんですね。なあ、対向車だ。やばい、隠れろ。いい加減シャルの居場所を教えろ。言わねえとこの犬たちをけしかけるぞ。最低、変態野郎。あんたまで妙な誤解をするな。このところ寝ないで動き回ってるからね。どうも活動限界点に達したらしい。お、おい。それでこの後どうする。ごめんなさい。あ、違うんだ。これはそういうのじゃなくて。綺麗だな。綺麗な髪だ。そうかな。高博くんにそんなこと言われるなんて。いい子だ、さくら。え、いつも馬のことばかりなんだから。男の子ですよね。わしを一目で男と分かってくれたのは主様だけじゃ。腹のお二人も男の子ですよね。三人とも女の子だからね。アキくんはいつから女の子をうちに連れ込むようになったの。アキッサ、お前も苦労してたんだな。ユージ、不純な同性との交友は許します。そうじゃないから。10点プラスしてあげますよ。こんな、なあ、なんだ。いや、その髪どうしたの。こんなにバッサリ切って。お前が頭から思い切りぶっかけたからだ。髪を洗ってもなかなか落ちないし、変な匂いもついてしまったし。でもあれは先っぽの方ちょっとだけだったろう。先っぽだけって言いながら無理やり抵抗する。三日月さんを洗い落とせない変な匂いの白い液体を。違う。クソデブ、あのちょっと話があるっす。ボクシーと一緒に。ひどい、やっぱり体だけが目当てだったのね。違うっす、オーリクさんに剣の指導をしてもらいたいっす。は